DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目わからね自分の最優の目見捨てないで神はミスターケイフォー。お疲れ様です。お疲れ様です。本日も由美さんと湯山さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。今日の男塾、今日本の男に必要なものは、また自分からです。はい。断れる、こう、なんですかね、なんていうか、中途半端な答えじゃなくて、いいか悪いかをはっきり言えるようにするのが大切なんじゃないかなと思いますかね。やっぱ話してても、なんか、できんのかできないのか分かんないような返事をする人が多い。だから、この人やってくれんのかやってくれないのかも分からない。で話しててずっとそれを延々と話しててイエスなのかノーなのかが分かんない答えをずっと繰り返し言ってるから、なんか話が延々と終わらない、うん、だからなんか逆にはっきりできないんだったらできない、できるならできるって言ってもらった方がいいかなっていう人がなんかすごく多く感じられるんですね自分は。ユーノさん、これは日本の男に必要なもの、なんていうんですかね、まあちょっと以前にも話したと思うんですけど、はい、昭和の高度成長期に、日本人が、要は戦争が終わって、作り上げたその日本社会があるじゃないですか。もうみんながバリバリ仕事してた時で、そこでこう戦争が終わってから本当にこう高度成長期っていうものがあって、で今のこの日本って正直、僕あれとは思ってないです。先進国っていう、ふうに感じたことがなくて、今の時代に。そうですね、うん、仕事に対する意識というか、なんかそういったものがもうなんか自分を守る、なんかそういうその仕事のあり方になってる時代に感じ取れるんですよ。要は、個人の主張を大事にしすぎて、会社のその方針がなんかもう全くなんか妨げられてるような、そんな状況で、じゃあ、この日本っていう国が本当にその経済大国って言えるのかって言ったら全然言えないと思うんですよ。やっぱりそういう人たちが、まあ先人たちが作り上げてきたものっていうのがなんか本当の日本人だっていうふうに僕なんか感じちゃうんですね。まあその昔のそのものにこだわってしまって、そのしまってしまうのもいけないんでしょうけど、でもやっぱそういうところになんか僕男をすごく感じちゃうんですよ。なんていうかね、まあ以前も話したと思うんですけど、鬱になる暇もなかったぐらいバリバリ働いた、一生懸命その今自分がやらないといけないことに取り組んだ、そんな時代があったからこそ日本が本当に盛り上がったと思うんですよ。今の日本ってなんか本当になんか盛り上がれてないなって思うんです、うん、なんかそれは豊かになりすぎたがゆえに、うん、なんか個人の主張が大きくなりすぎた時代に入って、で自分を守ろう、ちょっとこう嫌なことがあったらそれをすぐに訴えかけて、で自分を守ってもらおうっていう、その、うん、そういったものがなんか今は欠落しているのかなって思います。ただこれもあくまで僕の個人の意見なんです。僕その本当に仕事に生きてる自分がいて、まあ、それは兄貴の背中を見たっていうのもあるんですけど、まあ、僕個人の意見としてはなんかそんな感じなのかなと思います。まあ、でも日本全体がやっぱね、うん、そういうやっぱ働いてる側と使ってる側で、働いてる側の方が強くなっちゃって、うんうん、そうなんですよね。ね、個人の意見で言っていいんだったら、もう本当に日本の政治家の人たちがもう足の引っ張り合いすぎですよ。うんうん、もっとなんかね、こんな今コロナの最中に、うん、
あの足の引っ張りをする必要がないと思うんですよ、ね、本当一丸となってくれよって思いますもんね。で全てが片付いてからね、やり取りすることを今やってるわけじゃないですか、それは後話にして今のその今日本の状況っていうのを先に打破しないと前に進めないと思うんですよね、うん、本当なんか僕補足させてもらいたいんですけど、例えばその政治ですよね、あのコロナの問題に対して、まあ、野党の方からどんどんこういろんなヤジが入るじゃないですか、あの上げ足を逆に言うとこういうふうに思いますけどこういうふうにしていきませんかっていう、そういうものが欲しいですよね、本当に協力し合って進めていくっていう方が大切だと。これ今全世界の問題だからですね、そこでこうやっぱり日本が どれだけの対応しきるかっていうのはやっぱり政治が一丸となるっていうのは本当にすごい大事かなと思いますよね。もちろん政治も一丸となってほしいですけど、日本国民もやっぱ一丸となって、うん、やっぱこう心必要。政治家があんなことやってたら、うんうんうん、国民はどうしていいか分かんないと思うんですよ、うん、分かんないですね、指針がないですもんね、うん、でどうなるかも分かんないじゃないですか、うんうん、先がですね。そうですね。ルミさんは日本の男に必要なもの何が。私男の子の子供がちょっと4人いてるんですね、はい、あの1人連れてきてる男の子って4人いてるんですけども、昔の男の人を見てたら車を買いたいからとか女と一緒に住みたいからって言ってすっごい仕事したんですよ、うん、でも今の子って言ったら車買えへんのいらんのって車はいらない、うん、女と住むのに割り勘とか言ってるから、多分お金を稼ごうとかいう気持ちが昭和の時代の男の人に比べて全然ないと思うし、で彼女にこう私もいろいろしてもらったんですけど、彼氏とかにしてもらったんですけど、今の男の子は彼女にこれをするっていうことがまあまあ少ないですよね、うん、5000円の花束で高いなって言って、私だったら20歳ぐらいの誕生日だったら100本とかドカーンってやってきてなんぼの男やが多かったけども、うん、今の男の子は全然そのお金をかけたりとか自分が稼げたりとかいう気持ちが全然ちっちゃくなっててダメだなって思うから、うん、やっぱりお金を稼ぐとか野望を持つようにしてた方がいいんちゃうかなっていう、うん、男の子はね、あのそれが草食系男子の始まりらしいですよ、うん、ですよね、要はあの性欲がない子供たちが増えたっていうじゃないですか、若い子たちが結局彼女を作らない、なんで彼女を作らない、お金がかかるから、それ言ってだから草食系っていうものが増えていったらしいですよ、うん、結局その彼女となんかすることによって必ずお金がかかってくるじゃないですか、うん、でもそのお金がないからもう彼女を作らない方がいいや、そして、二次元の世界に要は携帯というツールの中に逃げ込む場所があったんで草食系が増えたっていうふうに言われてるみたいですね。風俗やってる友達もやっぱり若いお客さんが少なくて、で年配40代からが 多いらしいですね、で30代とか20代が少ないのはやっぱその男の子に聞いたら携帯で動画タダやから、それ自分でやるからタダやんかっていう答えが出てるから装飾ですよね、うん、大事なんぼじゃないんかという感じですけど、でもやっぱりですよ、ねね、余計なお金は使わない、余計なティッシュは使うみたいですけどね、だけど余計なお金は使わないみたいなって言って、あーそんなもんやねんなって思って、うん、だから昭和のお父さんたちの方が強いらしいですでしょうね、いや本当思います、うん、なんか寂しいですね、そんなお金を稼ごうと思わないんでしょうね、全然ね、欲しくないんかなと、まあ、昔やったら車欲しい、うんね、車のローンのために私も働いてたんで、うん、車欲しいですよね、うん、でも今の子軽4とかあとレンタカーあるから大丈夫、うん、電車もあるし、あダメだなって思ってます。やっぱそういうのもやっぱ少子化につながる何かあるんですかね。子供一人で言ってますよね、うん、お金がないっていうのがやっぱ少子化の大きな原因なんじゃないかなと思いますけどね、うん、日当とか聞いたら昔の人に比べたらだいぶいいんですけどね。そうですよ ねもっとやることあるやろということで、必要なものは金じゃなくて何ですか。やる気、やる気、野望、野望。いやでも夢とか挑戦することとかそういったものがすごい大事なもん、ね、明確性が出るんで生きることに、やっぱり生きるというものに明確性がなければ努力する必要もないんですね。夢が少ないかもしれない。で叶わないかな、どうなんやろう、うん、夢何がしたいって言ったらまだ決まれへん、もう30万円やでって思ったらダメやなって思うから、もっと夢を持って野望を持って男らしく、女から見たそうですよね、うん、いやもちろんそうですね。
次の問題いきますか。はい、どうぞ。はい、ダメなものはダメと言えるか。自分は言えますね。ダメだけじゃなくて、できるできないはできないものはできない、できるものはできるもんで言いますね。うん、ルミさんは。私も自分の本当に身近な人にはやめた方がいいよって言えるけども、ちょっと浅い人やったら、うん、自分の考えでいきなとか、まあまあ、冷たいかもしれないですね。うん、でも大切な子には行ったらあかんかったら、そっちの方が子は行ったらあかんなとかいう話ができますけど、うん、私も言われますしね、聞かないですけど、どうですか。どうですか。はい、苦手な分野で言います。言うたら、このダメなものはダメって言い切れないとやりかかるんですよ。背丈以上のものを、まあ、もちろん大事なんですよね。できるかなできんかなでやってみようっていう飛び込むのもすごい大事なんですけど、やってもダメだろうなと思うことに飛び込んだら絶対やりかぶるんで、これ僕仕事でも一回あったんですね。これどうかな、多分仕切らんかな、でもなんとかなるかなと思って一回受けたら結局やりかぶったんですよ。だから、やっぱり自分のその企業を知るっていうのは、そこでこう自分の器量を知ってればダメなものはダメで多分抑えれるんですね。まあ、でも自分のことですか。自分のことですか。まあ、いろんな部分で、ごめんなさい、これは個人の見解をちょっとあれさせてもらってるんですけど、まあ、その部分で言うと、やっぱりやりかぶるっていう部分で考えると、やっぱりダメなものはダメでしっかり、そこは白黒つけておかないと自分が後で首が締まるっていうのがちょっと実体験であったんで、これやりかぶりましたもん。これ自分のことだったらダメでも自分はやりますね。同意見ですね。できないけどうんって言ってしまう。できないけどやっちゃいますね。やってみないと分かんないと。いや、だから今までいつも言ってるように、10個やって成功するの1個のぐらいの確率ですけど、やっちゃいますね。来年それで僕死のうとしてますけどね。本当にみんなダメっていうものをやろうとして死のうとしてますけどね。寒い時から始めますか。あ、波が高い時はちょっとなるべくなら波が収まってる時期にちょっと行きたいなと思ってます。あ、ごめんなさい、これちょっと見てる人分かんないと思うんだけど、これ YouTube でもう言ってるんですか。言ってないかもしれないです。来年ぐらいに、今日本一周車で回ってるんですけど、どうしようもないこう何ですかね、野望というか、日本の海を全部見たいっていう希望から日本一周を始めたんですよ。でも回って分かったんですけど、一回とりあえず沖縄と今九州全部終わったんですね。で回って分かったのが、沿岸走っても7割海見えないんですよ。でこれ見えんなと思って、それを考えると、まあ、日本一周が全部終わったら、車の一周が終わったら、今度はもうちょっと海から行けないと本当に日本の海で全部見れないなと思って、来年あたりに、ちょっと日本を全部一周回ってみようかなって。船で青森から津軽海峡も行くんですか。はい、ジェットボート絶対無理ですね。いや、そうなんですよ。それをもうみんなから言われるんで、もう散々漁師の方とかにも、いや、もう自殺行為だから本当にやめてくれって。いや、っていうか無理だと思います。今皆さん見られてる方が何かよく分かってないと思うんですけど、井山さんが船で日本を、そうです、もう船って言っても、もうジェットボートって言って、はい、まだ本当に遊びの船なんですよ。はい、でそれでちょっと無理って言われることをちょっとやってみたい。ここ一回呼んでもらっていけますか、俺。涙もの前。ダメ。ここじゃないですかね、ここ。そうなんですよ。ダメなものはダメ。先生、津軽海峡行く前に、まあ、山さんに保険入ってもらって。そうですよね。だからこれ、お袋からも言われました。多分死ぬだろうから、家のこととか、全部をしっかり処理して行ってもらわないと、残された人間が困るって言って。だって一人で回る。一人で回ります。一人での。一人で行きます。だって無理ですよ。だって船免許取った時に後ろ見る人、はい、ね、いろいろピーがあるんです。あ、そうなんですね。なんか一人言ったけど、ピー、あ、ごめんなさい。それはダメなものはダメになるか、実現するか、挑戦ですね。まあ、叶えたいなと思います。一人で乗ったら途中で海上保安庁に捕まりますよ。あ、そうなんですか。すぐ帰ってきますよね。よかったです。連行されて帰って。
そこでチーンってなって社内関係中に最後罰金100万ぐらい言うやんは捕まるみたいな。そうですね。でもなんか挑戦はしてほしいですね。そうですね、はい、皆さんもですね。分かりました。ということで来年ちょっとそれが挑戦できるかどうか岩野さん。そうですね、ですね、うん、頑張ります。漁船で回ったらどうですか。漁船だったらいけますね。漁船やったらなんとかいけるでしょうね、はい、かっこ悪いけど、はい、波には強いし。そうですね。マグロ釣ってるかもしれないですけど。湯山回る。買いますよね。大量とか。大量。大量。大量です。わかりました。すいません。今日はありがとうございました。ありがとうございました。命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透めきゃ欲望を捨てたらそろった好奇心そう過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業なサグライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、right.